まだそれよりも前の時代なんで、いつも文化的には衣服的には中国系のものなんで、12世より前の時代はこういう中国系というか韓国系の感じの服を着ていらっしゃったという。ちょっと調整もあるので。そうなんです、そうなんです。まあ、この帯がこっちにつくんですけど、ね、まあ、本当に朝鮮の感じですね。で、まあ衣装に関してはこの色がもうその位を表してたので、一応1位から8位までがあって、それまあ位がない方もいらっしゃって、8位で1位から8位までと、それから位ない方で、写真撮ってもいいですか？あ、どうぞ撮ってください。喋ってるところ。はい、どうぞ。はい、で1位から5位までは貴族という呼ばれる方は1位から5位まで、ね、うん、で、色決まってまして、この方は4位の方の赤という色の色です。赤はちょっとこっち見て。はい。着物を写すからね。着物を写す。はい。はい。はい、ありがとうございます。ますちょっとごめんなさいね。はい、せっかくなんだから。どうもありがとうございます。石橋さん。どうも。どう読むの？美和さん。あ、よくありがとうございます。なかなか読んでくださる方がいらっしゃる。ありがとうございます。いや、そこになくて、今日は長岡の宮のこと。はい、石橋さん。はい、失礼します。長岡の都といいますのは、奈良の都からで、平野の都移るまでの間の10年間だけこちら男に町に人の前の都になります。でちょっとね、こちらになるんですけども、これ平城京奈良の都です。でこちら長岡の都、ここからここに移るまでの間の10年間だけ桓武天皇さんがお開きになった都です。で、桓武天皇さんといいますのは奈良の都で即位なされまして、で当時お坊さんの力とかがすごく奈良の、ね、都では強かった時 でまた桓武天皇さんが渡来人の地がちょっと生えていらっしゃるので、まあ、本当は天皇になられる方ではない感じの人なんですけども、まあ、結構後ろ盾の方がすごく強い。よかったんですけども、やっぱりそんだけ反対勢力がいらっしゃいましたので、もう奈良で自分のやりたい政治ができないということで、場所を探させまして、そしてこの長岡の都に、はい、移されました。で長岡の都といいますと、今ちょうどねここで説明しようかなという感じなんですけど、ただですね、こちらちょっとね見にくいかもしれませんけど、こちらでいいんですかね。すいません、ぐるぐる回りまして、この辺天王山トンネルがあります。これ淀野っていう競馬場です。でこちら京都市の久世の工業団地あたりになりまして、こちら京都洛西のところ、まあ、都、この都の規模としては奈良とか平安の都とほぼ規模的には変わりないぐらいの大きさの
都だったんですが、うん、何せ10年だったので、うん、完成度的には6割ぐらいしかできてなかったというわけです。なのでここで言いますと、もうこのここがね、宮古港、まあ、道路一応書いてありますが、この本当に南の辺のあたりはもうほぼ道路はできてなかったと言われています。で、この宮古どこが心臓部かなと言いますと、今この西向こう、阪急西向こう駅から東向こう駅ぐらいの間のところがちょうど長岡京ではなく長岡旧って言いまして、宮って書きます。それがまあ宮古の心臓部でして、でその宮古の心臓部っていうのは何かなって言ったら、お役所街になります。いろんな税が全国から集められまして、それをこう蓄えておく蔵もあったり、いろんなお役所ですね、兵隊ちゃんっていうか、まあ、軍事的なお役所もあれば、いろんなもそういう文部的なお役所もあればという感じなんですけども、この聴導員に関してはその中のお役所といいましても国会議事堂みたいな役割をしていたところになります。でその北側に大極殿がありまして、まこんな感じですね。今行ってきましたね。あ、そうですか、はい、天皇さんがお出ましになって儀式するところです。でこれが聴導員って言って国会議事堂みたいな役割するところなんですが、儀式の時はここにみんなお役人さんが集まりまして、でここに天皇さんお出ましになって、ここ旗立てて、ここでも儀式もされておりました。で残念ながらここの公園はこんだけのところだけが今この公園になっておりまして、そちらちょっと窓からね入ってこられたらちょっと高くなってる場所があるんですけれども、大丈夫ですか？ちょっと高くなっている場所がこの西大音堂の基壇といいまして、柱を立てるところの土台の部分ですね。それが一応復元されてあるんですけれども、今この高さが60センチで復元されておりますが、当時はね1メートル20センチも倍に高かったです。ただこちらはね今公園で残すためには小さいお子さんが落ちられて危ないので、半分で復元されてますが、本当はこの倍ぐらいの高さがあって階段があって、その上に朱塗りの柱が立っていたという感じになります。なのでちょっとこれ大学の先生にちょっと作っていただいたものなので、こういう建物のこの部分です、はい、でこの部分ですね、今言ってるその西大学ので公園はこの部分が残っているということなんですけれども、一応ちょっと南の方を向いていただきますと、芝生でない部分の土の部分がありますよね。その土の部分を見たら3つ丸い石みたいなのがはめ込んであります。3つずつで、ね、並んであります。それが一応この南門から続く回廊、廊下です。廊下の柱の跡がその石に丸い3つの石になっておりまして、その土の部分がこの回廊の跡になっているので、一番向こうになんか一人掛けのベンチみたいな丸いポコポコポコとしたやつがいっぱい並んでいると思うんですが、あれは重層の建物、楼閣、楼閣の柱って感じです、はい。で出ていただいた時にちょっとお向かいのお家の生垣の間に日が立っておるんですが、そこが南門の跡になるんですけれども、この南門の跡っていうのはこの長岡京発掘のすごく第一歩になった場所であって、昭和30年に当時高校の先生だった中山修一先生っていう方がこの場所に南門があるっていうことを掘り当てられたことによって、それまでは幻の都であったのかどうかわからないと言われた長岡京の都が、実はここにちゃんとここにあったっていうのがはっきりしまして、それからもう今それからずっと発掘を進めまして、今延べ2000回ぐらいですね、いろんな都をちょこちょこここの間をいろんなところを掘らせていただいて、それから2000回ぐらいの発掘を続けさせて現在を、はい、おります。そんな感じですいません、5分と言いながら倍ぐらいすいませんありがとうございました。ありがとうございます。衣装着たんですか？無料で言い出してから。そうですね。男性もね、こんな感じ、男性もこんな感じでちょっと衣装を、ね、
無料らしいから。どうですか、記念に撮りましょうか。あ、それはいかない。こんな感じで。それはいかない。こんな感じで。はい。どうぞ、じゃあ、鞄置いて。あ、どうですか。これは記念ですか。あ、これはね、あの体験用なんで、ちょっと火星も入れてます。着るので、ちょっと。あの、扱いがなんで。あ、されます。何色されます、男性。黄色とピンクとグリーンになります。どこがいいかな。なかなか良い。なかなか良い。知ってる？黄色いだね。阪神タイガースのチームカラーなんや。そうですよ。はい、そうですよ。ポイントや。すいません。ちょっとすいません。ちょっと外の方に用がある。上がっていただきます。裸にならないかんですか。そういうわけにしてる。あ、大丈夫ですよ。やりますし、あ、大丈夫、大丈夫。大元なんて、上からパッと切れないかも。違う。そうです。世界人。
その私そんな遠くあんまり見えへんや、うん。なったことはあるけど、ほんまに、なんていうのかな、動くのに固まってしまって見えて、見えないとかでも、ちょっと一瞬でそんなに見えてるよ。それまでに、びっくりしたけど、お気に入りなかった。I'm not going to be able to do that.